さあここで第2認定戦、オリューが大勢の昇格戦ついに来ました。やはりオリューが昇格するのか。この昇格戦になるとなぜかみんな固くなるという。そうですね、昔懐かしい伝統なんですけど、バーチャファイターの頃から。そうですね、やはり動画もかなり意識していると思いますし、そういう点ではバナオはかなり楽に戦えるから、ね、そうですね。ただバナオやっぱ最近やってるだけあって動きがかなり戻ってるんで、さあダッシュしてるのに強し、およく決めて、でんでん膝グラップ潰しの膝、お見事、オリューが王者にリーチ。さあ名将に対峙したい、このまま突っ走りたいオリュー。さあ中足にしっかり差し返す、これが地上戦、投げて画面足膝膝どもえ、これはバナオか、たまらない、これ目指しオリュー、どうしたでんでんでんから投げて中足しっかり埋めていく、逆に逆の膝だけはと前ブローでいけ。さあバナオが強いぞ、ファイアランドオリュー上がれるのか、中足さばき膝をかぐらせ、お見事、シャブロこれ取れない、トモエで投げて5番5番中足ハード、ハッケーを当ててのけぞらしたが、いや違う、波動拳、さあ抱擁が足りない、これは厳しい、オリュー上がれないのか、しかしこれはもう絶対いく、おー見えている、どっち、ここで距離をした、ブロー、勝負かけにいったな、バナオまさかのタロー降格戦、まさかです、これさあやはり降格昇格戦は難しいということで、こんな太郎さんが下がるなんてことがあってもいいんですか。いいんです。さあ太郎さん気持ちよく帰れるんでしょうか、これはソルトのバナオがさあローナだけの底に落としていく、落としていくバナオ、バナオ今日強いっすね、やはりノルト強いプレイヤーですからね、今中盤灼熱までちょっと入れてほしかったですけど ね、この前に立ち場ダッシュに対して立ち場うまい選択肢が出ているか、しかし壊しすぎアイスジャンプだけ、さあ冷静になりたい太郎だがタッチする決めてグラップしている、中足グラップして中足ダイバー、逆サックル、今のバクラしてましたね、うますぎる、はい、ジャンプ大剣、さあバナをちょっと飛びすぎたか、ジャンプチキン投げてバナのターンか、波動天使ピョッピング、あっとーこれ待ってますね、これなんだか決まらないバナを、波動拳でよかったのかな、即答ジャックタツマキ、これを勝ち上げで食っている太郎、タックルスギア挟み込んでタックレイジサイド、これは挟み込んでいく、ブロブロ取って投げて押し込まんヘッド流れて、さすがバナオです、生田崎これはもうやるしかないといった感じか、カラシャンプテリブルガードしているか、投げて太郎が止めましたね、止めました太郎。さあそして登場は猫マシン、猫マシンは、プラハイはプラス2ということで、モサプラス2、王者までのリーチをかけたんですが、やはりちょっと、まあ、ただここは切り替えてこの可能性臨んでいきたい、タッチケーションだけダメージを重視したか、ダブロしゃがみ中盤でしょ、強気に来た、でも猫は相当強いですねこれ、強気にもいってますね、弱血やっぱり攻撃が決まってもレベルが相当、そうですね、やはりみんな練習量が上がってるなっていう印象を受けるね、今日の第2戦のこの
中級者と言われるモノ戦は、まあ、やはり今のサード界が盛り上がっている原因の一つっていうのはこういうみんなね頑張っているんで、ジャッジ落として一旦茂ハイジャンプ逆転発動。さあちょっとこれはゲージのゲージが無駄になってしまったか、タロウとしてはこの1枚うまく使いたい。めぐり打開を開幕打開という選択肢だったが、あっとこれは跳ね返ってブロッピール、ゲージがたまらないうちにこの画面端を脱出した猫柱がタックルエイジス。さあ太郎がちょっと息を吹き返し始めたが、しかし左足こかしてこのゲージは発動させないところだが、さあ寄って寄ってターゲットゲージ発動、立ち台形空中ヒットを予測しての立ち台形だったか、打開決まっていない、チラシ2勝チラシ確定している、走って第1周ガードジャンプ台形、これ出なかったか、そしてサイドゲージ発動して全勝がうまいぐらいに勝負で乗って五目大地池大田大鉄中鉄仲良い絶勝決めて太郎厳しい箱根ですかさあそしてまたもやテルボー猫橋同キャラ戦、これ見応えありますね、はい、先ほどから非常に素晴らしい同キャラ対決、若手の最強ユン対決ということで、はい、名古屋の若手対そして東京の若手、意地と意地のぶつかり合いですね。そうですね、かなり拮抗した実力ですんで、テザッテザッでしょう、中足でしょう、投げすかりよく見ていたテルボー、タッチアップ第1周投げて投げて、やっぱテルボーさんほんとちゃんとゲームをしてるなっていうのが、そうですね、今のもしっかり下前投げって入ってました、小足でしょう、やっぱり練習してるなというのはすごい見受けられますね、高い高い前中継前中継前中継ライパン手差が入らない、おっと立ち行け猫増しの選択肢は悪くなかったが飛びが刺さっている、前方前進めくり気味のライギーだったが更新、お互いゲージはマックスでどうする、前方転身しゃがみ中パンチでしょ、前方転身に行こうとしたがしゃがぐらいで割っている、最後はバイシャープライパン、そして迎える最終ラウンド、お互いゲージャーマックス発動してテルボーは最先に発動していく、壊し壊し壊し全部停止シューパーチーズでしょ、弱形鉄板発動して今度は猫橋のターン全部停止中鉄毎週受け中鉄入らない、中足2勝カバーして大撃大撃中大大暴れてテルボーが今度はダメージを取りに行く、ここで溜まりきるか、大撃発動して空中になっているか、ポシポシポシ刻んで刻んでリープ全部飯、猫マシ見えてますね、これワンチャンまだ分からないですよ、ターゲット投げて最後ジャンプ中継、今の太かった、立ち台形に化けてましたね全方転身が、さあこれ再び登場はヘボリュー、真空を選択、開幕と思えブロリ返すのテルボー投げて中盤で今度は第二章ぶっ放していく、いきなり勝負をかけにきてるも灼熱で飛ばせないと、中足灼熱でこれ一確認か、ブロってゲンゲージにもすかせない立ち回り、さあ画面足が逃がさないぞ、先に取ったのはエボリュー投げてダッシュ投げはガールジャンプで避けている、今度はテルボーのターン、中盤コアしっかりヒット確認している、グラップからしっかりと確認、この辺はやり込みが出るうまさです、中盤中足ゆんで地上戦を仕掛けにいってるぞ、ゲージ発動して前方転身テスさんで画面端に引き戻してきてるもん、テスさんテスさん中盤に今度はゲージを貯める、さあ中足逃がさない、投げて置き攻めどうする、逆に巴今度は電信ではないから恥はあまり怖くないか、地
真空圏内だぞ。どうなる、シャクレスジャンプしちゃったからに、また出ないぞエボリュー。さあどうなる、これはスカルー、エボリュー波動真空が出ません。竜使い全員武器披露です。ただしかしリカはしっかりしているテルボーがさすがですね。そうですね、いや竜使いのこの全員がなんでこう揃いも揃って武器用なんでしょうね。超重要心、謎の格謎の繋がらない重要心速走。さあ再び登場したのはテッチ。さあもう誰が上がれなく上がるか分からなくなってきました。猫マシが一瞬でいったと思ったんですが、そうですね、そうでもないという中足、中足引っ掛けに灼熱をつないでいく遠大ファン。前中継で近づいてしっかりブロっている中足、さき中足に引っ掛けに踏んで踏んで画面端、最後の2択は抑線。この遅らせ抑線はガードジャンプも潰しますし、しゃがみグラップも投げ返しも潰すというオールマイティの技、前ブロ以外には全て勝ってしまうという。ケチ飛ぶようになってますね、これかなり。そうですね、攻守の良さがちょっと、そうですね、攻守の良さが加わってますね。まあ良さなのか悪さなのかは分からないんですけど、まあでもチュンリーがやっぱジャンプするってあっちは思ってないんで、そうですね、はい、やはり急に来られるとかなり強いかな。今の投げがスカルのは何でかというと竜がマイナス2ついちゃうんですよ。なので投げ無敵もその分伸びてしまうということで、投げが普段のキャラと同じようにやったら使ってしまうという、そういう現象ですね。ここで波動拳勝負をかけに行く。さあ2マックスの、これ2マックスのチュンリー対ゲージのない真空竜はかなりきついと思われます。8人ぐらいありますからね。ただエボ竜が強かった、まさかのオリジナルコンボ。もう勝負かけましたね、かけましたね。まあ今普通にやっても絶対決める。そしてここで登場はイアン。イアンは今度はヘボリルと対決ということで、これは今日初めてのカードでしょうか。さあ僕は結構ヘボリルさんとはやって対、まあ、対戦成績はあるんですが、ヤン戦はかなり上手い印象を受けます。じゃあこの壊し壊しエクソロ大撃中、中足エクソロかなり力強いやん。素晴らしい動きを見せている投げて中足エクソロ、これはヘボリュースヒットさせている。中足ささき EX ささき大パン前ジャンプ大剣勝利使っている。さあもうこれは打撃で殺そうというお互いの気持ちのぶつかり合いだが EX 勝利。さあとにかくこのイアンの速い進行を技を振ってヘボリは止めたい、そういう感じなんでしょうか。変態剣波動剣垂直ジャンプをばらまいて大周投げて最後円柱剣取り返しているヘボリュー。さあ一旦相手の速い動きを黙らせたい、そういう意味でも攻めていく作戦が成功した形にはあったが、最終ラウンドやはりこのイアン攻めている。投げすかりにアッパー吹き速度、これがヘボリューの持ち味。リップ前を取っているがアッパーかけられない EX 勝利。腰しゃがみ中盤投げてジャンプ弱剣稼働させ、腰腰腰来撃し強気に乗っかってチラシトロさんトロさん追加2力来撃来撃勝利持っている。全球体最後を決めて大逆転、ヘボリュー覚醒してると思ったんですけどね、それを止める、はい、イアンさん、はい、素晴らしい。さあそして得意のチュンリー戦を迎える形になったが、オリューとしてもここはしっかり取っていきたいカード。オリューはプラス3、
大パン中足中足、さあ冷静に立ち回り、オリチギ円柱パンイエクストロー、雷撃、雷撃中盤イエクストロー、あっという間にスタンさせてジャンプ雷撃中盤、強いですね、強いですね、やはり見ているとかなりチュンリー戦得意な気がします。チュンリーってそんなやったことあるんですかね。まあモデルさんがかなり長い試でチュンリー使いということで、まあ身内ということでかなりチュンリー戦やってるんじゃないでしょうか。はい、投げてハケ重ねていく、さあ俺はゲージ欲しい、 EX ソロ横押しで突っ込んでジャンプ台系、さあジャンプ台系のミスはこれは実はライライには出ていない、おそらくそういうことでしょうが、下風呂円柱系腰、最後投げてオーリチューリー取り返す、ゲージが1本溜まっているオーリチューリー、そしてイアンガーはゲージはかなりいい状態にはなっている、イエクトロを打ち続けるには十分、全般転身、これはピオリカプテン飛びすぎたか、大胆エクストロ、これはオクラスタッシュ、お見事、なんか2代目建造で出てきたんじゃないですかこれ、ドグラさんも、ね、そうですよさあそして迎えるバナオ1勝1敗、今日これは2人の成績ですが3回目の対決、第1周コバタイク中盤トロ、素晴らしい、シュア下先、これは入らない、あっとイクストロが出なかったか、波動電磁ブロッティングジャック系イエクストロ、ダッシュに置いてあった、シュア下ブロー壊し、イエクストロかなり力強い動きを見せている、来撃中から手前打ち、シュア下ローさんめくりから、これはしっかり前方転進、電磁ブレード対戦したことあるんですかね、乗り移っているのか、これはマジですうまいっすね、普通電陣リュートやったことないが、ね、何千枚の波動はかなりの新星、なかなかブロールのは難しいんですけどね、5番5番大剣うまく使ってバナを組むを取って、波動でジーピを出して、でん他2段円柱パーバレ中盤中足エクソロ、大周大撃中に前ジャンプ大剣、これは刺さっている、最終ラウンド開幕 EX トロ強気に行く、さあそしてこの強気にいったダメージがかなり十分なダメージと言えるでしょう、5番5番5番 EX トロ、おっと立ち消えてしまった、カローでジンピを出してデンデンデン、今度は3段しっかり決めて最後投げ、バナオが勝利、バナオ、いやこれタロさん降格戦じゃないですか、タロさんは、はい、さあ、太郎の降格戦ですけど、太郎降格戦ですね、いいんですか、いいんです、降格戦でいいんです、さあ太郎頑張りたい、九州に王者を持ち帰りたい太郎だが、じゃあ佐々木トラ確定しているか、波動転進でんてんてん、3台しっかり入れる、じゃあし円柱パンタイク、これはしっかりしている、バナオ強いですね今日、まあ、当然のことながら EX 勝利あの後に出てくるでしょう、即答開幕強気に行く、そしてしゃがみ中盤波動レンチン溜めてデンデンデン、しゃがみ中盤バナオ完璧ですね、冷静ですね、バヘリア、わーっと昇竜拳、バナオ10段に降格、うん、いいんですか、いいんです、森でいいんです、さあそして猫マシが登場、バナオとしてはかなりやり慣れている相手でしょう、猫マシはかなり苦手意識を持っているはずです、このユンリュウですが、一時期この猫マシかなりバナオに苦しめられました、チアシオリュウ天使が発動する場合ジャッケ接触で、ここはゲージン少し少し絡めて前方転身、移動前方転身になってるか、テンさんテンさん高いでしょう、ここもしっかり決めて、しかしジャンプ台形中鉄山、ちょっとこれはやりすぎたか、中段イエクサロー戻れない、投げているのはバナオ、
さあ、そして第2ラウンド、ゲージのゲージは溜まっている猫柱が、さあ、不用意に近づけないが、中盤2勝、ここはしっかり竜巻に最大取っていく、中継、コモク、あっと、移動コモクを見せてしまったか、ジャンプコパンもちょっと取れませんでしたが、ジャンプだけ、勝利点、もう熱っ、勝利、勝利、波動拳、全勝ですね、大中、走っているが、下村、勝利点、勝ってしない投げだったのおそらく確定していた、確定というか、まあ、食らってはいったと思うんですが、昇竜拳を選択していた、エンチュケダッシュ昇竜電人プロレス電電電前ブロして最後はライパン猫マシ完全流れなくなりましたね、ドボンですねこれは。さあ、バナを勝てば昇格、止めに来るな、名古屋のテルモ、さあ、テルモ止めれるか、電人竜とはやり慣れてないはずだが、さっきからテルモさん、しゃがみ中間体験、すごい上手く使ってます、そうですね、しっかり原陣を完璧に花見つかりにいく、立ち合い系で追っかける、さあ、バナを昇格戦、また逃してしまうのか、で、また先。これは慣れてないと、やはり国より一段遅いのがマノの弱点、ただしこの円は国よりもうまい、狙ってました、しゃがみグラップ。さあマナオリーチ中央下すまき裏に回って移動投げ、原神発動して、さあテルコどんだけのダメージ奪えるか、前方転身開幕に通していく、おもち中央足中大、さあ裏回り表裏を投げに行く、中盤投げて、中盤の使い方が本当にうまい、だが見切られるとブロッキングがある、このストリート、サードストライク、ビュラってつながってバナオ昇格。さあ、まあ、じゃあバナオさんから、あ、それではですね、ここから勝利の三大進行でいきたいと思います。とりあえずマナオさんから一言いただきたいと思います。まあモサなんで一言いらないですね。あ、いらないですか。いらないです。はい、はい